皆さん、こんにちは。おごめん。大分の高知親方です。いよいよ、もうこの季節がやってまいりましたね。第93回選抜高校野球、出場校の発表です。いや、もう1月末になりますと、この3月に今行われます、春の甲子園の出場校、もうね、発表されて気になるところでございます。まあ昨年は、まあコロナウイルスでできませんでしたけれども、 今回はですね、観客を入れて行うというまあ、予報も出ております。まあ、今回ですね、まあ一応元高校の野球部にも所属しておりました私がですね、まこ、あ、とに勝手ながら、まあ、簡単なですね、感想などをご紹介をいたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめに、えー、今年の選抜高校野球の概要をご案内いたします。 今年の3月19日から31日まで開催予定でございます。観客を入れて今年は行うという見込みですけれども、さあね、無事にまあ開催されることを願っております。出場校は今年も32校でございます。まあ私がですね、昨年に引き続きまして、えー、まあ、ね、出場校を見て、あこの高校が出るのかとか、この高校がここは見どころだよね。 こういう思い出があったな、ということを、まあ、簡単に、まあ、ぼやくというかですね、えー、語るだけのも、ものでございますので、えー、まあ、あくまでも私、親方の主観であること、そしてまた、相変わらずですね、最近の高校野球にも、まあ、歌いためですね、こう、まあ、らな点とかですね、ここを紹介してないとか、網羅してない点もございますが、ないとど、温かい目でご了承ください。 で、またですね、えー、昨年は秋に行われます明治神宮大会、いわゆるまあ秋のですね、全国王者新人戦のトップを決める大会が行われませんでした。そのためですね、この全国的勢力ではどうなっているのかっていうのは、あの、これはもう私以外でもですね、他の皆様でもですね、難しいところでございますので、その点はですね、なかなか予想ができないということで、えー、まあ、 簡単な紹介に終始することはご了承くださいませ。それでは順番にですね、えー、まず特別枠から、そして一般から順番に出場校をご紹介いたします。最初に特別枠、21世紀枠のご紹介です。まあ、21世紀枠というのは、まあ、例えば困難を克服して頑張ったとかですね、こう、地元に貢献しているなどですね、こう、 まあ他の学校の模範となるような要素も含まれたですね、高校が選ばれるものでございます。まあここ数年、十年ほどはですね、3枠でございましたけれども、あら、今年は4枠もあるぞなんでだろうと思ったらですね、なんでだろうっていうね、また、あ、だマックフルーリーはどうでもいいんですけれども、あの、 ですね。まあ、実は昨年ですね、明治神宮ですね、大会がなかったものでございまして、まあ、あの、その明治神宮枠というのが、まあ、一枠、亡くなった分を二十世紀枠に、えー、持ち込んで、まあ、四枠としてるわけですね。いわゆる、まあ、明治神宮大会で優勝した 高校がある地区から特別に一枠増やすという枠でございます。それが神宮枠ですね。えー、その分が20世紀なくなったということで、えー、今回4校すべて初出場の学校でございます。えー、まずはじめに青森県の八戸西高校ですね。青森県大会準優勝で東北ベスト8まで進みました。えー、部員の全員がですね、県内の選手ということでですね、公立校、 ということで、まあ、青森山田とかですね、えー、厚生学院とかですね、まあ、私立が強い青森県の中でも、公立校が頑張っているという状況でございます。エースの福島投手は、189センチもあって、長身で実は、あの、注目の投手とも言われております。ユニフォームは、こう、ヤンキース風のユニフォームというのが印象的です。続きまして、静岡県の、えー、ですね、三島南高校。 こちらはですね、静岡県でございますけれども、えー、県ベスト4まで進みました。でですね、こちらはですね、その地元の子供たちと長年野球教室などを行っておりまして、こうしたあの地域との交流も強化されたということでございます。えー、続きまして、兵庫県東張間高校ですね。兵庫県で準優勝、そして近畿大会にも出場されました。 ですね、相手がです、ねそのまあ、プロ注目のです、ね、小園選手を要します、私立和歌山商業、もう今、和歌山高校になりましたけども、と1対2でかなりの前線しておりまして、力はある学校でございます。なおですね、今回、えー、東播磨の監督、福村監督につきましては、加古川北高校でもです、ねえー、2度甲子園に出場されているということで、えー、注目でございます。で最後はですね 九州沖縄ですね。串川商業が出場となりました。まあ私はあの地元が九州でございますので、あのまあ串川商業を存じ上げておりましたけども、あのもう21世紀枠最有力とも言われておりました。というのがですね、まずまあ九州大会ベスト8まで行った。もう実力は申し分ないです。で、まあ部員が少なくてですね、部員不足だったんですけれども、一気にこのベスト8まで導いたというところが、まあ、 すごいところでございます。そしてですね、まあ、あの、監督さん、岸山監督、まあ、私と体格が似てる、で、年齢も同じぐらいですね、33歳の若い監督さん、建設会社の方なんですけれども、その、まあ、民間の会社のテクニックを活かして、ご、チーム内でもですね、首相、副将、相、そして、ま、内外の責任者にですね、役員として、まあ、その責任者を中心とした組織づくりで、まあ、今回甲子園を出場したというところが見物でございます。 以上が特別枠の4校でございます。えー、続きましてはその地区大会をですね、勝ち上がった一般枠のご紹介に移ります。それでは一般枠、まずはじめは北海道、東北からご案内をいたします。えー、まず北海道、えー、優勝したのは北海高校ですね。あのもう北海道イコール、もう北海高校というのはもう常連、伝統校でございますね。 まあ私がまあ小学校2年生ぐらいの時にですね、高校野球に興味を持ち始めた時はですね、まあ大体小学校時代というのはまあ北海道イコール北海高校か函館大優とがこう出てたなというイメージでございます。えー、10年ぶり13回目ということで、あれなんか数年前に春準優勝したかなと思ったら、 大変失礼いたしました。こちらがですね、あのー、春優勝した、えー、準優勝は東海第4高校でした。で、北海高校が準優勝したのは2016年夏だったと思いますね。だったかなと思います。間違えてたらすいませんけども。まあ、あのー、ね、駒台、苫小牧の優勝をはじめとして、北海道勢もですね、もう着実に全国でも上位を 目指す力もございますので、あのー、ぜひこの大暴れをしてほしいですし、エースの木村投手は今大会注目の左ン最速145キロということで、この、まあ、北海道投手王国でもございますけれども、ぜひですね、投手力で、ね、北海道勢また久々のですね、全国一を狙ってほしいです。で、続きまして東北は2枠、えー、2枠ともですね、いずれも宮城県の高校でございます。 えまず、えー、仙台育英高校ですね。もう常連で東北大会優勝チーム。そしてもう優勝候補の一角でございます。もうプロ注目のですね、伊藤選手をはじめとして、そして、そして松田選手、古川投手とですね。あのもう、もう三枚カンマ、カンマと言いますか、とにかく投手力が全国的にもトップレベルですし、まあ、速球もしっかりですけれども、結構変化球もあって、この技巧派の 投手が揃っているということで、甲子園での活躍が期待です。続きまして、同じく宮城県の柴田高校、東北準優勝でございます。まあ、宮城コール仙台育英カ東北かというところでもう長年、私立の2強がしのぎを削っておりますけれども、そんな中でこう宮城県のですね、公立校も少しずつですね、力を出してまして、 リフ高校ですとか、古川工業とかですね、えー、そして今回柴田高校ですね、もう頑張っておりまして、もう実力はですね、東北準優勝まで行ってですね、投手力で強豪校を知り解けたんですけれども、えー、その実力プラス、台風19号の際にですね、被災地のボランティアも行ったということで、好評を博しております。ね、道のく東北勢のですね、初めての優勝期期待しております。 続きまして、激戦区、関東、東京ですね。全部で6枠がございます。えー、まあ、1、2、3、4、まあ、関東ベスト4と、東京の1位というのは、まあ、基本的には自動的に出られるんですけれども、ただ、その6枠目。 がですね、関東の5位が出るか、それとも東京の2位が出るのかでかなり、えー、まあ難しいところなんですけれども、えー、結論から申しますと、えー、関東ですね、から、えー、東海大相模が6枠目に滑り込みました。えっ、ー、と、上の順番とはですね、表とは順番違うんですけれども、えー、地方地区大会でですね、優、え、勝、ー、まあ要は成績順でご紹介をいたします。まず、 兼大高崎ですね。ビーツケードーですね、えー。関東大会優勝しました。まあ、兼大高崎イコール、こう、足をかき混ぜて技もですね、磨く。機動力野球のイメージですけれども、えー、今回はですね、投手力ということで、ピッチャーはかなり17名ぐらいチームでいるんですかね。そのうち、140キロ超えをしているのがなんと、7名もね、いらっしゃるという、 この投手力も、ね、楽しみですしで、重量打線も今回はですね、武器ということで、また新しい現代高崎の味をですね、出してほしいなというふうに思います。続きまして、茨城の上層学院ですね。えー、関東準優勝でございまして、この2倍2番回、えー、2枚看板ですね、えー、大川投手と秋元投手がですね、注目でございます。 で、まあ、くしくもですね、昨年、旧知監督ですね、名称、お亡くなりになられましたけども、その、天国の旧知監督に、今、まあ、一生ですね、甲子園でまた、勝ち星をどんどん、えー、届けられたらいいなというふうに思っております。続きまして、山梨の東海大甲府ですね、関東ベスト4で、甲子園でもですね、このベスト4の常連でございまして、まあ、結構ね、実力もありますし、あの、まあ、今年ことはですね、あの、てっぺんを、 狙っていただきたいなというふうに思っております。和歌山投手というですね、移行派の左ピッチャーがですね、注目の鍵でございます。まあ山梨はですね、あのー、山梨学院がですね、近年、まあ打撃力でかなり強いですけれども、あの吉田監督は、あの、長崎の西方高校でも日本一になりましたし、まあ、そのパートナーがですね、後ほど九州から登場いたしますけれども、えー、東海大甲府がですね、また、 山梨県勢としてですね、実力を発揮していただきたいと思っております。続きまして、仙台松戸です。関東ベスト4ですね。えー、悲願の甲子園ということですが、まあ、失礼ながら私はあの、今回春夏通じて初めてと思いきやですね、数年前に夏に出場されたということでございます。えー、まあ、あのー、 その上の上層学院も率いた、あのー、個人的には持丸監督藤代高校とかですね、えー、率いた監督のイメージもありましたけれども、えー、ま角、あ、が違う方ですけれども、ついに選抜春、初切符でございます。で、深沢投手ですね、右のサイドハンドなんですけれども、えー、くしくもこの OB ですね、高橋麗投手、ソフトバンクですけれども、 サブマリンですね。アンダースローということで、こう、気候派のですね、こう、系統が継がえているかなというふうに思いますし、あの、高橋麗選手も私、間近に見たことありますけど、あの、地面から出てくるボール、なかなか、これ、打つの、プロでも難しいなというふうに感じました。え続きまして、東京の1位ですね。東海大菅生でございます。まあ、うちの地元にも菅生というところがありますので、名前的には、馴染みもございますけれども、えー、まあ、あの夏、 普は確か清宮投手の時ですね、一回ね、あの出たイメージもありますけども、あのー、ね、完全もう神宮休業最後ね、夏の大会を、西東京大会、あのー、完全アウェイだろうと思うけど、ね、清宮フィーバーで、けどうちらは勝つんだと言って、あの、甲子園出場されたチームだと思います。でですね、えっ、ー、と、本田投手ですね、 が、まず、もう、結構注目であって、完成度が高いと言われておりますし、主砲の小池選手、お父様があの、松坂選手と同じ時の横浜高校のですね、メンバーであり、プロ野球でもちょっと活躍されました小池さんのですね、え、息子さん、ということで注目されております。で、若林監督は元プロ野球の選手で、選手でございまして、あの、くしくもですね、数日前、深夜番組でこの東海大素顔の、えー、 ことが中継、あの、なんていうか特集がされておりまして。でも、若林監督を曰く、もう普段の生活と性格が試合に出るというのを強くおっしゃって、愛情もあったですね、厳しい、えー、戦いをされていましたね。あの、指導をされておりました。えー、続きまして、えー、同じく東海大相模ですね。関東の、東京の6枠目でございます。関東大会のベスト8でございまして、えー まああの結構まあ迫力あるというかパワーな、パワフルな野球というイメージですけれども、えー、注目はエースの石田投手です。長身から投げるスライダーが武器ということで、この投手力もですね、えー、東海大相模注目でございます。あのまあ今回関東を見ると、 ほぼほぼですね、大学附属。で、東海大が3つも出てますし、縦島のユニフォームが多いなという風なイメージでございます。さあ、激戦の関東東京で、甲子園でまた優勝なるでしょうか。続きまして、北新越東海ブロックでございます。まず北新越、えー、福井県の敦賀劇高校からです、えー。北新越の優勝チームです。まあ、ちょうどね、ほんと5年前にですね、 もう、春のですね、選抜甲子園優勝しましたけども、もう、とにかくその時はですね、もう、私 SN、SNS にも書いたんですけど、敦賀気比の打撃力強すぎる、嫉妬っていう風に書きました。もう、とにかく打つチーム、打つチーム、ね、どんどん打つという、このパワフルな野球でしたけれども、今回はですね、投手力でですね、そして粘りのある、えー、野球をされるということでございます。ね、もう、ちっちゃい今回この縦島のユニフォームを見ておりましたけどもね、また、 2回目のですね優勝楽しみにしておりますえ続きまして長野県のですね上田西高校ですね北信越準優勝でございます上田西高校もですね最近少しずつ甲子園に出ておりますけどもこれ私びっくりしたんですけど長野県勢って今回選抜での6年ぶりなんですね 結構間が空いてるなとなとんか個人的にはその例えば地球環境とか創造学園大付属とかですね松潮学園とかコンスタントに出てるイメージなんですけどもね丸子小学館とかもね出てましたけども、えー、今回はですね打撃のチームということでどんどん福信越の強豪校を倒してきて甲子園の切符をですね掴みました長野県勢6年ぶりのですね甲子園春の場所ですね大活躍を期待しております え続きまして東海地区2校ですね多分これを昨年と同じだと思いますね、えー、優勝をですね東海優勝した中京大中京はもう引き続き、えー、今年もですね全国大会でも優勝候補の一角でございます昨年はですね高橋投手というのがまあプロ注目のもドラフト1位だったんですけれどもそれを上回ると言われている、まあ、エース 黒柳投手注目でございます。ストレートの回転数がもうすごいらしくてですね、甲子園、さあ、どんな感じで活躍されてるんでしょうか。そして、県立岐阜商業、岐阜県ですね、2年連続でございまして、昨年ですね、そのま交流試合、夏に行われた分ではですね、大分の明豊高校と戦っていただきました。その時はもう恐れ入りますが、地元の大分の明豊高校がですね、勝たせていただきました。 東海大会のですね、準優勝チームで、まあ、とにかくタク匠監督ですね、熊本修学館をね、こう、かなり強くしたもう名称でございまして、ケルミのないバッティングっていうのがですね、NHK の解説時代は有名でございましたけれどもです、ね、2年連続で母校ですね、岐阜県岐阜商業を導きました。えー、バッテリーで ですねまあ、高木捕手がかなりプロ注目の逸材でございましてですねこの守りの要がですねどうですね甲子園でまた引き締まった試合を粘りのある試合を見せてくださるのか楽しみでございます続きまして近畿地区でございます近畿地区はねもう多分今回多分屈指の もう優勝候補がひしめくような激戦区でございます。えー、6枠ございます、えー。近畿大会の成績順にご案内をいたします。まず近畿大会を昨年制覇されましたのは智弁学園ですね。奈良の方でございます、えー。注目はですね、主砲のですね、前川、前川選手ですね。えー、もうスラッガーでございまして、 このですね、あの、近畿大会でもですね、大阪桐蔭とかにですね、打ち勝ったということで、えー、甲子園でもですね、暴れてほしいなというふうに思っております。続きまして、大阪桐蔭ですね。もうですね、平成のもう、なんていうか、大重鎮といいますか、大競合でございます。近畿大会、重優勝でございますけれども、全国ではこの優勝候補の一角に上がっております。 もうプロ注目のエース松浦投手と適度投手ですね。えー、の投手力がまあ2倍看板がですね。まあかなり強いということでございますし、もう持ち味の打撃力も今年も健在ということで、これはもうかなり注目の大阪投員でございます。続きまして近畿ベスト4が2つですね。えー、京都国際。 高校でですすねね、えー、ようやくです、ね、初出場結構、あと一歩のところまで来てたんですけれども、えー、ついに春の甲子園の切符をつかみました。結構、実はその、近年プロ野球の選手も輩出をされておりまして、この実力というのはかなりですね、折り紙付きなので、ね、初めての甲子園でですね、どのような感じになるのかということ、楽しみでございます。で続きまして、えー、私立和歌山ですね。 私の中ではし、シワわしといってですね、シーツは和歌山商業のイメージが強いですし、まあ、私の友人もそのシわしシ出身の、えー、男子がいますけれども、えー、こちらも実はなんだかんだ、なんだかんだといった姿勢ですけれども、えー、実は注目というか優勝候補にも上がっております。エースの小園投手ですね。 速球と変化球を織り交ぜてかなりですね、強いというところですね。まあ打撃に課題があるという評価もございましたけれども、この投手力と打撃力でですね、甲子園、どこまでこう暴れられるのか楽しみでございます。え続きまして、ベスト8ですね。この5枠6枠というのが毎年、あの、近畿では難しいんですけれども、えー、まず一つが奈良の天理高校を選ばれました。近畿のベスト8。 ですね。立つ投手ですね。190センチ超える長身でですね。非常にもう、その高さからこう投げる速球って、もう、バッター打てないですよ。ね、天理高校も甲子園の名門で優勝もね、されてますし、ね、今年もですね、すんごいピッチャーがやってくる、そんなイメージです。で、最後ですね、6枠目、えー、神戸国際大付属高校、えー、近畿のベスト8でございます。 えー、まあ坂上投手と西川捕手ですね。いわゆるバッテリーを中心として、やっぱりこう、神戸国際大ってバッティングも強いイメージがあって、こう、タフな野球もされるということで、えー、まあ結構その、5枠目、6枠目、神戸国際大どうかなっていうところで、まあ割と、えー、予想も多かったで、選ばれるんじゃないかと言われてました。ね、きっちり選ばれました。 このね、近畿勢というね、地元で、しかもかなり優勝候補を引きめく、今年多分一番レベルが高い地区と言われておりますけども、甲子園でどのような活躍がね、されるのか、楽しみでございます。続きまして、中国、四国地区です。えー、まず中国がですね、3枠ございます。えー、成績順ですね、で言いますと、中国大会優勝されたのが、広島新庄ですね。もうあの、最近の、 ですね。広島と言ったら広島新庄かなり強いイメージがございます。まあ私ですね、まあ15、16年前が現役の時はやっぱりこう、広陵高校が強くて、まあ今も広陵高校強いですし、で、助水館とか瀬戸内高校など出てくるんですけれども、えー、ここですね、えー 二年連続ですよね。やっぱり去年も出てまして、えー、花田投手と秋山両投手のですね、二枚看板が武器ということでございます。で、そのまま助水官を率いられてました、迫田監督のイメージが強かったんですけれども、最近あの、歌村監督という、まあ、私と同じですかね、34歳の、え監督、若い監督にバトンタッチしまして、この世代交代もですね、楽しみでございます。続きまして、山口県の下関国際高校ですね。 中国大会の準優勝です。甲子園でも夏ベスト8、夏か春ベスト8行きましたね。あのもう山口県勢も最近はこの下関国際のイメージですね、あの赤とね、あのストライプのユニフォームのイメージ強いですけれども、えー、今回ですね、1年生の古賀投手と松尾遼投手のですね、この若き2枚看板がですね、甲子園でですね、どこまで実力発揮されるのか、非常に未来が楽しみなチームでございます。 で続きまして、えー、中国のです、ねえー、3枠目はです、ね、ベスト4の、えー、鳥取城北が選ばれましたもう鳥取勢もです、ねえー、鳥取城北がやっぱこう強くなったというかもう甲子園でもです、ね、コンスタントに出場できて勝利もできるチームでございます主将、えー、のです、ね、畑中選手やです、ね、徳山選手を中心にやはりこうパワフルなです、ね、攻撃的な野球を展開されるということでございます 続きまして四国地区です。四国大会を制したのは明徳義塾。もう高知県ですね。もうこれは名手ですよ。優勝候補の一角と言われております。もう注目はエースの白木投手です。あのー、長身です。球の速さはそこまでないんですが、もうとにかくコントロールがすごいと。もうフォアボール、デッドボール出さないよという。これはね、かなり大きい武器でございますので、この、 ね、明徳義久。まあ夏は優勝したことありますけど、春はまだ優勝したことがないので、ですね、ちょっと優勝する、優勝するチャンスかなというふうに私は思っております。えー、続きまして四国の二枠目ですが、えー、四国大会準優勝の愛媛県ですね、聖カタリナ高校でございます。これはびっくりしたんですけども、えっ、ー、とまあ男女共学になって5年目らしいんですけども、まあそれと合わせて、 野球も作られまして、総部5年で甲子園というのはすごいですね、あの石川の有学館高校なども思い出しますし、あの実際、昨年1年生だけでも、ですね県ベスト8かなんか行ったぐらい、かなり強いですよね、愛媛はもう野球王国でもございますし、注目はですね、櫻井投手が、ね、最速144キロの速球派と、そしてバッティングでは川口選手。 ですね。注目ということでございまして、この赤い旋風ですね。ユニフォームが赤い。個人的にあのトヨタ大谷高校を思い出すような、もう、いわゆる派手なユニフォームでですね、甲子園で赤い旋風を吹き分か、ね、吹かしてほしいなというふうに思っております。えー、それでは最後一般枠はですね、私の地元 九州でございます。もう馴染みのある学校でございますね。えー、九州大会優勝したのが、えー、長崎の大崎高校ですね。これね、かなり今注目されている、えー、高校です、えー。まずですね、えー、この長崎県西海市というところの、えー、島に、大島という島にある高校でございまして、人口5000人なんですね。そこからですね、ついに夢舞台へ。 進むということでございます。結構、投手力とか地元のね、応援もあって、組織力がある、こう、仲の良いチームだなというイメージを持っております。えー、監督はですね、清水明彦監督。まあ、高校野球好きな方ならですね、聞いたことがある、まあ、すんごい、ま、あ長崎の公立校のこの名称でございます。えー、あの、2009年とかですね、あのー、 長崎の西方高校が、ま、全国制覇とかね、咲いた時の部長さんでして、監督さんがあの、今現在の山梨学院の吉田監督と共にペアを組んでですね、全国制覇もしましたし、その後佐世保実用でも甲子園行って、で、今回大崎高校もついに甲子園出場させたということで、あのー、まあ、同じ九州ですけどもね、あのー、本当楽しみですね。全国でどこまで通用するのかっていうのが、まあ、ね、楽しみでございます。 続きまして、準優勝、九州準優勝が、えー、福岡大大堀高校ですね。あのー、近年、まあ、あのー、ピッチャーが毎年、こう、いいなというイメージで、こう、福岡大会とか、あと、九州大会でも上位に食い込んでくる、えー、チームでございます。えっ、ー、と、注目はですね、エースサワンの毛利投手ですね。結構変化球、球の速さよりもですね、変化球があって、そして三振が結構ですね、ズバッズバッと、えー、取られるということで、 ですね。楽しみでございます。余談ですけど、私、その大学時代の教授がですね、福岡大大堀高校の、えー、出身者で、えー、大堀はね、あの、虚構の文武領土、偽りの文武領土だとおっしゃっておりましたけど、そんなことないですよね。しっかりこのね、甲子園は、野球はね、確実には強くなっております。続きまして、大分の明豊高校。 ですね。私の地元でございまして、大分県勢がですね、この春の甲子園3年連続出場するのは今回が初めてでございます。もう確実にですね、九州とかも全国レベルにもう達しているなというふうに思っております。昨年九州ベスト4で、あの、大崎高校をですね、優勝したチームに延長でサヨナラ負けしたということでございますので、まあ、実力はかなりあると思っております。えー、まあ、エースの大田投手ですね、 が、ま、速球と変化球をされますけれども、まあ、名宝の伝統はですね、このピッチャーが何人もいて、こう、継投策で勝ち切るということですね。これがポイントです。実際それであの、おとと春のベスト、ね、甲子園ベスト4まで行きましたし、この投手リレーがま、鍵ですし、楽しみでございます。で、ま、間のことをその負けていても、九州大会でも確か、あの、鹿児島の神村学園だったかな。 ほぼほぼもう、8回も負けていても9回で大逆転して、今回甲子園をつかんだという、その粘りや逆転劇というのも、甲子園で注目でございます。で、最後ですね、え、宮崎商業ですね、九州ベスト4でございます。あの、まあ、宮商と言ったら、まあ、私の中では、2008年にですね、あの、夏の甲子園に出ました。で、その時の初戦の相手が、 えー、熊本の城北高校でした。あの、要は熊本宮崎、隣県で甲子園で戦うという、まあ、なんともまあでしたね。あのー、まあ、その時は宮城を勝ちましたし、私実はその時の熊本大会に、決勝の番組にいました、城北が優勝した時ですね。で、2008年は北京オリンピックの関係で、あの、大阪に集まって抽選会はせずに、決勝が終わったリアルタイムで組み合わせ抽選を行っていました。 で、熊本がね、女子高校引いたのが、宮崎商業だと、ですね、藤崎大球場でアナウンス流れたとき、会場から、えーって、歓声が流れたのは今でも覚えています。なんで隣同士なんと、九州同士の初戦っていうのは、なかなかないるなと思いましたけども、今年はですね、えっ、ー、と、宮城はエース、平方選手ですね、あの、投打でチームを引っ張っていく、もう頼もしいですね、キーパーソンがいますので、 楽しみですし、そして中村首相のですね、ホームラン九州大会でも打っているそうなので、この甲子園でもですね、アーチをトーンと描いてほしいなというふうに思っております。ということで、まあ非常にですね、簡単な、えー、チーム紹介とか、 どうでもいいような、えー、個人的な思い出を出していましたけどもね、最後までお付き合いいただきありがとうございました。32校中、ね、全10校がですね、初出場ということでございます。3分の1がね、初めてということで、非常にこう、フレッシュさがあってですね、楽しみな大会になりそうですね。まあ、個人的にはこう、新しいチームがどんどん出てくるっていうのはありがたいことだと思いますし、ね、それが高校野球のこの面白さ。 だというふうに思っております。この名門校や、ね、常連校に、まあ、新越校が一緒にこう夢舞台で活躍されることに私くしゃ期待をしております。そして何より、まあ、この新型コロナウイルスの関係でですね、大会の開催もどうなるかとは思いますけれども、まあ、なんとかこの夢舞台、大会甲子園がですね、開催されることを願っております。 ということで、甚だ簡単ではございましたけれども、今回の出場32校の、えー、ご紹介や感想でございました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければ、いいねボタンですね。そして、チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いいたします。まあ、次回は、組み合わせ抽選が決まった後にでも、こう、感想をまたね、こう、ダメりたいなというふうに思っておりますので、どうかまたその時は、よろしくお願いいたします。それでは、また